面の天候、左の風6メートル、霧、自然にある、現状続く見込み。部長課長、異常不明。バルブの消灯かもしれません。海工場の飛行は困難かと思います。より連絡、国会飛行場へ運航中なるも機関の故障にて青森へ不時着せんと。無線着陸可能なるや。よし、無線着陸可能。こっちも悪条件だから無線誘導には特に目を入れてくれたわ。まもなく輸送機60号が不時着する。運航係は直ちに着陸用に変われ。うん、機関の故障だそうだから今日は止めんかもしれん。一応宿の手配など頼む。はい、承知しました。まもなく輸送機60号が不時着します。着陸用意を願います。了解。着陸用意。どうして着陸用意。砲弾操作にかかれ。砲弾操作にかかれ。着陸規制180度、南南西4メートルの風、規制1条。機雷方位何度か。258度。256度。それだ、爆音南。爆音来た、爆音来た。爆音来た。誘導爆撃か。展開します。82度。
着陸規制にならん。よし、よしよし、着陸よし。皆様、誠に申し訳ございませんが、整備に手間取りますので、本日は飛行不可能になりました。お宿を準備いたさせてございますから、まもなく自動車で町までお送りいたします。明日。は、それはまだ。いや、本当に大げけんことでお会いできました。どうですその、体の具合は。ありがとう。元気だよ。この調子ならもう一度帰り咲こうかと思ってるくらいだ。ああ、そうですか。それ聞いて安心しました。機長。あ。明日は？は、必ず飛びます。そう。明日中にはぜひ島へ着かんと。承知しております。頼む。は。おい、松本君。どうした？疲れたろ？いいえ。あ、飛行場長の正木さんだ。通信士、松本義恵、千島飛行場に勤務を命ぜられ、赴任の途中であります。おお、千島へ。は。北の方は初めてですか？はい。今まで東京に勤務しておりました。おお。東京ではもうとっくに桜町行った頃だが、こっちはまだこれからです。しかし、北海飛行場や千島飛行場へ行けば、まだまだこちらよりぐんと季節の違いが甚だしいですよ。北海飛行場はまだ雪に包まれているし、千島飛行場はぼつぼつ流氷が流れ出した頃だ。は、聞かされております。まあ、元気でしっかりやってください。千島飛行場は文字通り北の大自然だ。はい。あ、そうだ。君知ってるだろ？うちの通信士の上野澄子。はあ、同期生です。ほう、そうか。今勤務中だが、すぐそこの廊下をつけたって左側が通信室だ。後で行ってみたわ。はあ、局長、さっき機を誘導してくれた通信士はその女性ですか？うん、そうだ。おお、どうした？いや、松本君の前ですが、生まれて間もない女性通信士にあれほど的確な対空通信ができるとは思いませんでした。それは君認識不足だ。この調子でいけば今に機上通信だって結構女性でやれるようになるよ。いや、これはでも認識不足でした。そうとも。現在ここに働いている通信士は3名だが、男2人は病気で倒れて、今は上の1人で頑張ってる。ここだけではない、他でも女の通信士はどしどし活躍してる。北海飛行場でも上野君や松本君と同期で後藤という女性だ。そうだな。はい。おお、北海飛行場でも通信士は女性ですか？
九十号機が青森へ降り立ちました。青森？ええ、また詳しい事故通報は分かりませんけど。おお、この間手紙を起こした君の友達乗ってたかもしれんな。はい、多分。町人、北名塚。青森へ問い合わせば分かることだが、通信は絶対指示に渡るべから。去年の秋の煩いにいそしんでしもうたら。しかし待ち遠しいだろう。ここじゃろくに話し相手もないんだからな。でも指示を友達と話してんのも同じですわ。え、ああ上野君か。全くあの人の声には特徴があるね。まるであの人の顔つきまでわかるような気がする。今夜来るかな。青森からです。60号機の故障原因は第一気筒の損傷内、本日中に修理完了。明早朝青森出発の予定。こんにちは。今日は本当にありがとうございました。60号機の通信士、石井です。ああ、ご無事で何よりでした。あなたのおかげで本当に助かりました。いいえ、十分に務まりませんね。うん、そんなことありません。あれだけできれば我々だって負けないくらいです。まあ本当です。自信を持ってやってください。ありがとうございます。一生懸命やります。大岡さん、ちょっとあるんですね。はい、すぐに行きます。どうしたい。バカに赤い顔してるな。まるで金時には火事前に言ってたぜ。風邪ひいたらしいんです。熱があるのか。大したことありません。そうか、気をつけろよ。あ本当にお気をつけにならないと。今とても悪い風が流行っておりますから。通信士で丈夫なら私だけなんですのよ。何、大丈夫です。あ、そうそう、知事が行く松本君が一緒に乗ってきたんだが、お会いになりましたか。松本、ほら、通信士の。まあ、松本さんが。あなたに本当はお会いしたくなかったんです。お会いせずに千島へ行きたいと思ってました。どうして。理由はあなたよくご存知のはずです。
壊だなんて今さら弁解なさるのおかしいわ。兄を裏切った人はあなたでしょ。あなたとの結婚あれほど待っていた兄が出生の時とうとう俺も生きているうちに親孝行できなかったなつぶやいていったこと私まだ忘れることはできません。兄には最後まであなたのことが忘れられなかったんです。船の通信士、今夜私の宿舎に泊まってね、お話しなければならないわ。お願い、今度またいつ会えるかわからないのよ。船の通信士吉江さん、船の通信士もしもし、もしもし、飛行場ですか。通信室、こちらは観測所。観測所から霧の状況通報です。大変かい。はいはい、復唱します。タイムは観測所東南方一帯を覆い、海水道付近は一部北に張り出す。海峡は隙間なく西方より次第に消散しつつあり、無調は海上200内外、山の斜面300メートル。あ、そうそう、飛行場付近は1時間後には晴れる見込み。あ、通報あり。あ、もしもし、もしもし、ちょっと待って。おい、ただ電話に出ないか。なんだ。通信室も乙女だ。明日お前が内地へ帰ることを秋北君知らないんだろ。ああ、帰ればこんないつ会えるかわからん。挨拶しろよ。あ、なんだよ。おかしなやつだな。挨拶ぐらいなんとかあるだろうが。例えば今度突然内地へ帰ることになりましたが、いろいろお世話になりましたとか、ああ、お体を大切にとか、また一日も早くお目にかかりたいと思いますとかさ。そんなことならどうせこれから飛行場の方へ資料をまとめに行くんだから、その時でいいさ。しかし一日でも早く知らせた方が親切じゃないか。どうして。どうして。よし、じゃあ俺が行く。いいよ、余計なこと言わんでも。あ、もしもし、もしもし、お待たせしました。実はね、原が研究の報告を持って急に内地へ帰ることになりましてね。ええ、これから山を降りて明日の船でここを立ちます。原さんも内地へ明日の船で。そうですか、どうもありがとう。原さん、内地帰るのかい。ええ、後でご挨拶においでになるそうです。原さんが内地帰るとあなたは寂しくなるな。お先へ失礼します。一層心で
頃東京では葉桜の事故だな。乾杯。忘れ物すんなよ。よく気がついた。アキコ君きっと喜ぶぞ。そんなことはわからん。喜ぶ、きっと喜ぶ。ああ、俺は知ってるんだ。どこか寂しいアキコ君の顔がお前に会うといつでも急にパッと明るくなるんだ。今はかいですか。はい。いろいろご厄介になりましたが、明日の船で帰ります。望月さんから伺いましたわ。おめでとうございます。ご研究がお済みになって。済んだわけじゃありません。まだまだこれからです。でも霧の通報だってこんなによく当たって本当にお役に立ってますわ。いや、変化の激しい気象ですから、正体を捕まえるのはなかなかです。戦争と気象との関係は、ますます複雑になって、ちっとやそってのことじゃ落ち着きません。正確に気象を把握するということが、どれだけ作戦に大きな影響を与えるか。あ、それはそうと、お家の方へ小樽があったらお預かりします。普通便より早く届くと思いますから。そんなご心配。心配なんて、僕だって少しは役に立ててください。あなたには凍結資料や何かのことでご厄介ばかりおかけしました。本当に親切にしていただいて感謝しています。いえ、何もできませんで。いや、場合にでもあなたの宿舎は寄りますから。でもそんなにしていただいちゃ。いや、いいんです。心配はご無用です。じゃあ、お待ちしております。出世なさる前に一番新しい写真だってお手紙と一緒に送ってくださいました。よしえさん、私今までに一度だって和夫さん以外に結婚なんて考えたこともないし、これからだってそんなこと決して考えられはしませんわ。でもあの時はどうしても結婚する気持ちになれなくて、
現在の仕事から離れなければならない。それが私にはどうしてもできない。通信士は海に潜った潜水士に空気を送る送気係と同じだって言われたでしょ。それほど大切な仕事を何人か選ばれた最初の女性通信士として立派に果たしたいと思います。女が一人前の通信士としてどれほどお役に立てるか、生意気のようだけども、それを証明するの私たちがいないと考えた。吉江さん、あなたが九州の方へ実地教育にいらした夏の初めの暑い日だったわ。神宮外苑で和夫さんにお会いしたお話ししたのよ。私の気持ち和夫さんはよく繰り返してくださったわ。勝利の結びを結論、私たち青年の肩にかかっている、かえって私を勇気づけてくださったのよ兄が。なのよ。こちらへ来てからもうただ夢中で頑張って、辛いことや悲しいこともあったし、今まで頑張り通せたのみんな和夫さんのおかげだと思ってる。すみこさん、兄は戦死したのよ。戦死？一月ほど前に全体から内報がありました。ビルマの転進作戦で兄たちの部隊が数十倍の敵に包囲された時、兄は決死隊の隊長を志願しました。激しい戦闘の最中、真っ先に立って中隊の指揮を取っていた兄は額に弾を受けて倒れました。そばにいた部下が隊長と呼ぶと、兄は顔を上げて再び指揮を取ろうとしましたが、力尽きたのかそのまま息が絶えてしまった。後で部隊長の方からお手紙いただきました。山の監視所行かなきゃいけないのです。これから？ええ、キミちゃんのお母さんの具合が急に悪くなったんです。キミちゃん今夜監視所勤務でしょ。だから私たちこれから交代に行くんです。まあご苦労様ね。約束しといて来ないと悪いから断りに来たんです。そんなこといいのよ。じゃあ行ってきます。気をつけてね。さよなら。行ってきます。
美子さん。聞いたら喜ぶわ。よりの山道を登っていくのよ。よりの山道。ええ、雨の日だって風の日だっていつでもあんなに平気な顔してね。え、私たちもあの人たちに負けないよう頑張りましょうね。行かれると僕の母もよくこれを作ってくれます。お母さんお元気ですか？ええ、元気です。60の坂を2つ3つ越してるんですが、もともと田舎婆さんですから体だけは元気で一人で回し事をやってます。僕なんか未だに張ってることでどうしても大人の身に扱ってくれません。あなたは？兄弟は？兄弟もないんですの。父に別れたのは私が生まれて間もなくでしたが、母は13の時まで生きていてくれました。その後は叔父が本当の子を同様に育ててくれました。それに仲のいいお友達もいますし、今ではお仕事が忙しいので寂
しいと思ったことなんかありませんわ。そうですか。うちの裏に大きな柿の木があったんですが、私は木登りが好きで、その木に登るたんびに母に見つかって、お前は猿年でもないのにお猿さんみたいだってよく叱られました。でも時々は父や母がいてくれたらと考えることもありますけど、私なんぞ父や母がいたら今頃はきっと平凡な結婚していて、あなたや望月さんにお会いできませんでしたわ。人間と人間のつながりほど不思議なものはありませんね。しかしそこが運命の妙味とでも言いますか、人生の面白いところですよね。本当に。いただいておきましょうか。お預かりするもの。ではこれ、すいませんけど。はい。あきこさん。北だって厳しい冬ばかりじゃありません。今に春が来ます。もうすぐです。七草ですね。エゾコザクラ、キタアザミ、シシナゲンゲなどが一度に咲いて。ええ、短いが夢のように美しい風景。研究を続けるためにあなたがここにいる限りきっとまたここに帰ってきます。待っていてください。Thank you.
取る。仮想運なし。ああ、そうそう。霧は東南方洋上に多少点在するのみ。ああ、そうそう。あ、通報あり。連続さんは定常化して飛行困難の模様。取りましょう、上長。南千島までは、あるいは不連続船のため難航するかもしれませんが、千島方面は晴天になりつつあります。上長、65機は緊急任務を帯びています。このくらいの天候に飛び出たんでは申し訳ありません。大丈夫、自信があります。信頼しよう、成功への。しょう、決まんだ。何？通信士が倒れたそうです。通信士の？あ、どうも昨日の様子がおかしかったんですが、案の定急性肺炎です。本人は熱に侵されて飛ぶ飛ぶと言っていますが、医師は絶対安静を命じます。そうか。もう一度様子を見てまいります。ああ、頼む。本日の飛行はいかなる条件を課しても結構せず、基地上空は改善。島飛行場長、65機の通信士が急性肺炎で倒れたそうです。通信士が？はい。で、今日の飛行は？目下のところ不明です。どうしても今日飛ばなければならない飛行機なんじゃないの？
須美子さん、私に非常通信できないかしら。あなたにできる、きっとできるわ。あなたや明子さんたちに誘導していただいたら。でも、じゃああなたなら、あなただったらどうする？私は千島飛行場まで同じ飛行機に乗っていく通信士なのよ。きっとやるわ。死んだってやるわ。やり遂げることが私たちの任務だと思います。B29 には女の通信士が乗って、私たちのこの国土を爆撃に来てるのよ。機長に会ってくるわ。機長、石井通信士の代わりを私に務めさせてください。石井通信士の代わりを。みんな。はい。60号機は本日中にどうしても千島飛行場まで飛ばなければならない緊急任務を帯びた連絡機だと聞いております。そうだ、その通りだ。60号機は緊急任務を持っておる。しかし君が。いや、自分にだってやらせていただければできると思います。君の気持ちは嬉しい。しかし君には機上通信の経験がない。でも教わっております。教わっただけでは。見たまえ、この天候に飛び出す以上相当の高天飛行だ。通信士の腕に気の運命がかかってと言っても過言ではないわ。存じております。おい松本君、この困難な仕事を君に引き受けようと決心させるものは一体何だ？任務です。同じ通信士として少しでも緊急任務のお役に立ちたいと思います。よし、君の技術はここの上野君と比べてどうだ？松本通信士の技術は私以上でした。現在は同様と信じます。よし、万一の場合の覚悟はできております。うん、上長、松本君にやってもらいましょう。しかし君。いや、技術の程度は昨日の上野君で試験済みです。その上必要なのは本人の覚悟だと思いませんか？それに上長は女の通信士でも機上通信ができると。いや、それは将来のことだ。それを現在にしてもらいましょう。平時はともかく一分一秒を争う決戦の時です。上長、僕が指導します。全員力を合わせて頑張ります。よし、やろう。皆様、まもなく連絡60号機が出発いたしますから、場内へご案内いたします。頑張ります。あなたは機上通信やってると知ったら北海飛行場大子さん驚くわよ。60号機は出発します。青森の機長は不連続船は定常化して不定ゼロ、山頂は吹雪。バカな、そんな機長で飛び出すなんて無茶だよ。念のためもう一度確かめてみたまえ。Thank you.
ゼロ密運中を飛行中翼端火災前方馬のヘッド前65機連絡切れました。例の友人か。65号機だな。行為を要求しています。よし。もしもし、もしもし、ボタンしていいですか。65号機、行為要求。号砲へ引き返すべき燃料なし。
飛行場の連絡切れました。呼んだまえ、呼んでみたまえ。岡彦城は応答ありません。そうか。六条氏が岡彦城呼んでます。飛行場135度、190キロ上空を旋回、待避中、燃料少ない。頑張ったわな。いいえ、みんなあなたや純子さんのおかげよ。輸送機60号13時離陸、近代まれなる好天に恵まれ千島飛行場に向かえる。通信士の道を一歩前進させたものだ。